さあ皆さん、今日はティップのご紹介ですよ。ティップの接続が緩くてゲームに集中できないということはありますよね。でもですよ、このコンドルティップがあれば大丈夫なんです。見てください、これ、この道具を使ってギュッと締め付けてますので、ほら、こんなにしっかりティップが固定されるんです。すごいでしょ。いや、テイクバック知ってるじゃん。で、でもそれで入んないですか。入んない、全く入らない。じゃあ、セットアップできないですか。セットアップができない。セットアップすると、いいと。いいじゃない。セットアップしてみる。お、いいじゃないですか。できてますね。基本ってこっちやな、手は。うん。あ、悪くないです。引け、だから倒せない。な、倒せない、うん、倒せない。ちょっと面白い。こいつ、そう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 。あ、向きもいいですよね、体の向きも。まずポイントとして、どういう軌道、まず軌道を意識してください。テイクバックの軌道を。ブル、どう見えてます？どう見えてます？うん、この軌道が、この、ここからこう、どういう軌道になってます？ブルに対して。目線で、目で、その、自分の手がどう動いてるのか、ブルに対して、狙ってるところに対して。じゃあもう全部目線の中に入れたがいい？いや、目線に入んなくてもいいけど、そしたら何かポイントを一個、自分の腕が動くポイントをつく。見出した方がいい。視覚をしっかり意識して。ここでどうなってる？ブルはここら辺に見える。あ、ということは横、ここにブルがあるんだね。はい。ああ、じゃあそれをしっかりとこの軌道を目線の視覚でちゃんとポイントを作ったらいい。結構その投げ方って結構その感覚に近い投げ方になるんで。ちょっと自分で手の動きを意識したい。手の動きがまださっぱり分からない。いや、だからそれは自分で目で確かめて。うん、今いいじゃん。おお、ナイス。どう動いてるのかっていうのをある程度自分の中で目測で、目で。あ、ナイス。視覚って大事だから。だからどうこの、だからそのフォームでいいと思うよね。ただ自分の手がどう見えてどう動いてるのかっていうのを絶えずある程度意識して、要するにセットアップして構えて、ここで構えてこう引いてこう離すっていうイメージをこの振りで作る。振りで、うん、ここの位置は一緒だとしたらしても、どういう風に目的物が見えて、どこにあって、どう引いてきて、で、こうなった時にいいっていうのを考えながらやったら、じゃあ毎回同じ動きを、同じ動きっていうか同じ見え方、見え方でちょっと作っていた、見ながらこうみたいな。だから自分でいろいろ試してみて、ちょっと肘を下げてくるなら、ちょっと目的が下にあると、目測でしっかりと自分の方を見つけて、ごめんなさい。ありがとうございました。吉コンドルの御子とよ、たつを愛する者へ、ビッグランドを与えたまえと、かしこみ申す。